はい、どうもこんにちは。チュニック、続きやっていきたいと思います。前回はですね、カエルの居住地というところに行きまして、この魔法の部、これを手に入れました。これを使うと、オートボルトのね、残骸とか、あとは各地にあったフックですね。それを掴んで、飛ぶことができます。で、もう一個は、自分を向こうに持っていくんじゃなくて、敵をこっちに引き寄せる。引き寄せるのに、まあ、MP を使うわけだね。っていう、この2種類の使い方。自分が飛んでいく、相手を連れていく。連れてくる。っていうアイテムを手に入れました。で、一応探索会にしたかったんですけど、あまり戦果が上げられなくてですね、まあ、めぼしいもので言えば、右上のね、体力ポーションが、一個増えたぐらい。かけらをね、三つ揃えたんで、それで体力がね、一個上限が増えたりしてるぐらいですね。で、探索ついでにこの辺をいろいろ変えたんですけど、これはわからん。で、これは、敵が反応しづらくなるのかなっていう気がしてる。何もなんか、そんな実感がわかんから、なんとも言えないんだけど、なんか相手が反応せん、鈍いかなーって感じるぐらい、思い込みかもしれんけど。はい。なので、ちょっと次はこれ使っていこうかな。で、今からどうするかっていうことなんだけど、もうスカベンジャーの親玉ってやつが絶対ボスなんよな。どっかの。が、カエルの居住地って別にボスがいなくて、魔法ノーブがあっただけなのよ。で、ここも何もなかった。ってなった時に、これ、天井世界。まあ、ここなんだけど、天井世界はここだったんだけど。で、山の扉に行くか、禁じられた道。これどっちかに行けるんだよね。もうどっちも行ける、正直。少なくとも山の扉の方は、結構序盤で言った雪山やね。で、どっち行こうかなって思ったんですけど、とりあえず雪山行くか。禁じられた道は、まあ、行けるけど、なんか、砂嵐みたいになってたんだよな。まあ、スカベンジャーがいるとしたら絶対そっちだけどね。イメージ的には。雪の扉行きたい。雪？山の扉行きたいと思います。近いし。レッツゴー。でもここは何も見えないな。スリップダメージを受けないっていうのがね、ありがたいところよ。こっからね、先行ってないんだよね。もうちょっと先行って何もなかったら、すぐ禁じられた道には行けたんだけど。今んとこ何もないか。で、壁があるな。これ、とにかくくぐっていくしかないのか。石の鳥居みたいなやつを。行くしかないっぽいな。ガンガン登らされる。ああるじゃん。サッシ。サッシがあるだけ？お？井戸にお金を投げ入れると、何かが手に入るのか？どういうこと？投げ入れた数によって、なんか、グレードが上がるのかな？アイテムの。あ、なんかあるじゃん。シアンの危険リング、逆さまの灰。ラッキーカップ、消音ベル。あ、逆さまの灰持ってる。消音ベル。あ、こう足音が聞こえなくなるのか、俺。もしかして。逆さまの灰は、MP アイテム、え？ HP アイテムで MP が回復するのか。で、シアンの危険リングはピンチになると防御力が上がる。はいはいはい。じゃあ、俺がつけてたのは、危険な状態になると攻撃力が上がるやつをつけてたのか。工場兵器戦の時につけてたやつ。ラッキーカップは、まあ、アイテム、回復アイテムを 15% の確率で落とすってことね。ヒントと手がかり。荒廃した干渉は行った。
チェックポイント反応なかったら、あの、石をね、起動させようね。イニシエの墓地。この金色のなんか、左下に金色のやつは何なんだろうな。井戸にお金を投げ入れることができるっぽいな。投げ入れてみるか。なんかある。おい、ちょっと待って、まだ先あるじゃん、こっち。宝箱はポンってあるだけかと思ってた。で、ここは開かないのか。願っても開かない。で、一旦こっち行くか。行けるな。どこにいる俺。近っ。硬っ。凍ってんのか。ここにスカベンジャーがいるとね、ありがたいんだけどね。すごい下るな。螺旋階段だ。で、敵が。いるようにも今のところは見えない。どういうタイプの敵がいるかだけは把握しておきたいな。あ、スカベンジャーだ。ここなのか、じゃあ。これが今回行くべき場所。採石場。来たー。お、そして、ポーションのかけら。嬉しいね。やっぱりね、サッシに乗ってる敵が出てくると、あー、来るべきところに来たんだなって感じがするわー。よくないなー。毒素がすごい溜まってる。体力の上限が減った？恐ろしすぎない？一旦行くのやめて、もう片方行くか、ここ。こっち登るか。え？なんだ？宝箱があるだけ？なのか？ショートカットか、これ。なるほどね。じゃあ、あの毒行くしかねえのか。ちょ、待てよ。これ、分かったから。あ、でも、なんか、確か砂煙が出てないのか。わからん。たったたった聞こえてんのかな、もしかしたら。一応、消音ベルにしとくか。わかんないな。向こう側でもしかしたら、この BGM の向こう側で足音してるんかも。うわ、とりあえず毒溜まってるとこ行くか。走り抜けるよ、俺。OK。恐ろしいわ。どこだ、これ。あ、ここもじゃん。めっちゃ逃げた。ってドラゴンじゃんこれ。オッケー。俺ガード強すぎない？後ろになった爆風をガードでなんかごまかしたの。オッケー、つなげよう。ふう。お、攻撃力アップ。こういうアイテムもね、何個かあったから使っていきたいけど。あー、音が、足音聞こえないから気づかねえんだ。オッケー、弱いな。強いな。でも相手一発しかないんだよ。あ、どういうこと。ああ、逃げるのか。寝返ってくれ。寝返ってくれ。寝返ない？マジ？おい、恐ろしいぐらい体力減ってるけど。反応がない。浄化しないといけないのか。とりあえずここ。これいける？
無理だ。ここもダメなんだ。やばいじゃん。これガンガン先行っていいの？ここも反応がない。そして広いな、ここ。めちゃくちゃに広いけど。長っ！採石場、長くない？いや、行ってみるか、こっち。多分違うだろうな、こっちは。え？あ？あ、でもこれ繋がってるくない？これ繋がってるよな。来た！オッケー。これどこだ？来たことある場所なのこれ。これどこなんだろう。マップで言うと禁じられた道ではなさそうだし、どこでもないね。まだよかったー。でもこれであれ繋がったくね。来てよかったかも。体力鬼のように減ってるしな。だからでこっち行くのはちょっと怖いね。一旦繋がってるはずだから、回復、祭壇で、お祈りしてこよう。体力やばいじゃん、マジで。ティッシュぐらいの薄さしかない。おー、繋がってる！よかった。ここは起動する。あ、早いな。すごい振動がある。なんだこれ？なんだこれ？何の振動これ？なんかすごいブルブル震えた。びっくりするわ。で、これ起動したから、一旦、これ祈って、どこに繋がるかみたい。あー、ここね。ありがてえ。わかりやすい場所だ。ちゃんと繋がってる。じゃあまず、まあ、こっち行くよりも、こっち進んでみたいよね。せっかくだし。採石場が多分正規ルートっぽいけど、あっち行けるんだもんだって。行くしかなくない？あ、これ、あれ、ここに繋がってんの？山道からこれ同じ道なんだ。どっちからでも行ける。確かに見た気がするわ。ああ、俺逆走したのかってことは。やべ、俺が道を繋げたせいで。あっつ。どこに逃げるんやこいつ。おい来い。こっち来なさい。めちゃくちゃ逃げるやん。くそ。なんで外したの？やばい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 。オッケー。オッケー。危ない。あいつ反応しなかった。危ない！死ぬ死ぬ死ぬ！ガードできなかったのこれ。待てい！ふざけるなよ。オッケー。いけるこれ。いける。あまりにも強いなこれ。熱っ！こいつら強い、シンプルに。マジでこれ食らうのやばい。よし、ここに一旦はめて。任せるでしょ？知ってたわ。するだろうなーって思いながら今俺見てたもん。じゃ、まずここ入るか。入れない。くそ。よし。あるな。回復。
嬉しい。あ、落とせるよ。落とせないか。ダークエネルギーの水晶あるって、あれ危ないだろ。とりあえずこれで降りよう。どっか繋がるんじゃないか、これで。おお、びっくりした。何、いんの。待って、危な。また体ドルンってなったわ。腰がやられちゃった。これ、あー、ありがとう。どこの何かわかんねえけど、このショートカットありがてえかも。え、あ、宝箱。おとりだ。これおとりね、使ったんだよ一回。俺と同じ動きをしてくれるって感じ。はし、次は走りながらね。よし、一人で登って。ここもやばそうだよな。もうやばいじゃん。ちょっと近づいただけなのに。あいつもう死ぬだけじゃん。もう見るだけか、お前ができるのは。かわいそうに。カードだ、盾だ、防御カップか。あれ、常日頃から、常日頃から防御カップはちょっと嬉しいよ。でもどこに行けんだこれ。あの漏れ出ているエナジーはちょっと、あ、こっち。でもこっちしかなくない。いや、いけない、やっぱないぞ。あれ、もしかしてフックだった。壺とかもフックいけんのかな、わからん。それに関しては全く分からん。うわ、危ねえ。なんかちょっと食らったよ。一旦これ帰るか。あ、これも引き寄せっぽいな。引き寄せだ。で、ここ登るのか。登ったけどな、ここ。登ってないな、こんなところ。おい、おい、よし、オッケー。で、こいつも呼び寄せて。なるべくダメージ受けない場所で戦って、で、走り抜ける。オッケー、よし。辛すぎないか。あっこにあるけど、どうすんだよ。待てい、押してった。じゃ、いけないってことだ、俺は。どういうことよ。でも向こうに道はあるんだよな。こっち行く、とりあえず。やばそうだよ、でもこっち。修道院。でもそんなやついないな。あ、ここじゃね？師匠大聖堂。やばいじゃん、ここ。ダークエネルギーの本拠地みたいじゃん、ここ。一旦行くのやめるか。え、なんで？あ、落ちたら死んだ扱いになってねえのか。なるほどね。オッケー。じゃあ、登るか。ちょっと待ってよ。道はない。オッケー。それが分かっただけ十分。水の上を歩ける何かあんのかな。怖いわ。ちょっと走らんといけんもん、常に。メダル。終わりか。宝箱はね、引き寄せられないから。もう修道院行くしかねえ。
修道院行くしかないけど、ここの炭鉱編は一旦ここで区切るか。次回修道院やろう。それじゃあ、ここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。